でも下教よこそも習得した俺に勝てると思うね。ガードされても関係ないからね。よし、死にそう。うまい。失礼します。セーフ。何こいつ避けるぞ。えらい。輪っかでよかった。どういうこと？うー、でかっ。あ、吸い込み？あ、忘れてた。吸い込むか。ちょっと吸い込もう。いらっしゃい。いて、16入ってんだけど。吸い込むタイミングがわからん。よし、来た。来た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 。俺の時間。リエツ。行け。行け。いいぞ。いいぞ。いけ。これ強っ。思い切ったつかみ。ほい。ほい。死んだ。かわいいよな、このコピーしたカード。これはかわいい。先ほどその時間来た。来た！絶対レード成功。強っ。お、最近話題のファルコじゃないですか。俺てかさ、ファルコの上スマの範囲が広くなったの俺聞いてないんだけど。俺横 B だけかと思ってた。横 B と下京だけかと思ってた。違かったんだ。上スマ広くなってんだ。もうそれ知らなかったけど、それは強いわ。ほらな、下気を強化されても上気を入れ込んでるやろ。俺その思ってたんだよな。俺自分の配信でも言ったけどさ、下気を強化されたらやったーみたいに言ってるファルコスカイ多いけどさ、お前どうせ上気だろっていう、本当にお前使うのかっていうの。ちなみに今の下気をアップデート前でも死んでた、うん、ちなみに今 140% のカービィアップデート前でも死んでた。横 B はね、後隙じゃなくて発生かな、早くなったのは。発生が早くなっただけで、後隙は変わってないと思う。ちょっと絶対レードしていいですか。あー、こけなかった。絶対レード当たんなかったわ。運が悪かったな。はいえ。オンラインだとまず死に行くかどうかな。何？これもうこのパーセント点灯しないのかな？もしかして。その可能性がある。大体。捕まえた。間違えた。よいしょ。ほい。
焼き鳥。カービィの弱いところ、リーチが短いのと足が遅いことですね。まあ、オフラインで弱いと言われる第二要素の2つですね。逆にオフラインであんまり問題ないと言われる要素の2つですね。下強ってしゃがんでるから強い。いやまあ普通に強いよ。ガードされても隙が少ないし、ダメージもまあそこそこあるし。単純に技として後隙が少ないけど、リターンもまああるときはあるってことで。まあ姿勢が低いのもね、高得点だよね。下強よくはすまだろどうせ。絶対レードで絶対レード。おお、なんだこのステージでラグそう。いや、わかんないけど背景が騒がしい。前回の黒カポケモンアップデート先輩、アップデート界の先輩来た。いやでもこいつもさ、アップデートされてない。こいつの方がアップデート界の先輩説あるぞ。普通にカービィの方が相手、あいつの方が後輩じゃない。相手1回しかされてないから、ね、こっちもなんて常連ですから。もちろん先輩です。あるぞ、これ、普通に。なんか面白いゲームよ。ゼノブレイド。あと、オクトバストラベラー。ペルソナ。全部やる。死にそう。死ぬよ。強い。死ぬ。ドラクエモンもらえ。こういうゲーム。うまい。そろそろ儀式の時間。出なかった。やるじゃないか。これ受けるとかな。あ、関係ない。俺当たるまで打つんだ。うまい。やだ、関係ない。当たるまで打つのが俺の理由。関係ない。相手はないしよ、関係ない。よし、アップデート。もうなんか同じ人かと思ったら違う、違う人なんだよ。これ人気か。黄色カービィ画面近っ。なんか小さいキャラと小さいキャラ戦ってるとか画面近いよ。このゲーム昔からやけど、なんかカービィちょっと使い方上がってきた。これやろ。知ってるぞ、俺。レートクソ高いね。人がやってた。これ。俺真似するわ。名前は出さないけど。名前は出さないけど、レート高い人がやってたから多分正しいんだと思う。俺もそれを信じてやるわ。いいって。ちょで、こんにちは。こんにちは。会える。なんか食らった。すいません。
シェシェ、びっくりしちゃった。ザックか、まだいいでしょ。ええー、これやこれ。え、飛びすぎ飛びすぎ。でも関係ない、下級コスモスだけ。何こいつ、あ、てかもう下級コースも入んないよこれ。シャッ、よっしゃ。